あれ何持ってる？ちょっとこいつの手はいいから。あれ？砕けた。よいしょ。まああいつもピタピタと同じように処理したらいいんですかね。あ、またタクマにプラズマカッターの弾がなくなってしまった。ノードありますっけ？1個余ってる。一つだけ何か強化しましょう。そういえばホースガンのマップ見てませんね。じゃあダメージで。はい、そうだ、ホースガンも使えるんだ。これ道合ってますよね。合ってますね。ああ、これいつも迷うんですけど、これどっち、あ、こっち、音声ログだ。第一級通信士ベイリーの報告。現在船は攻撃下にある。しかし救難信号を発する要請はマティウス艦長に繰り返し却下されてきた。これは採掘禁止制系内での違法な活動だ。何ヶ月もの間我々は黙っていた。通信システム全体が危ないんだ。今や艦長は死んでしまった。通信終了。え、どうやって直すんだろう。第一級通信士のベイリーさんでも直せなかったのを直せるのかな。え、うわ、これやばい。これめちゃくちゃ怖いじゃん。これかっこいいけど、どこに、うーわ、なになに、いやいや、趣味悪い趣味悪い趣味悪いよ。このアトラクション、このアトラクションは何ですか、人気にならないですよ。着いた。通信アレがオフラインです。技術部員に通告します。その通信アレは正しい配置になってないわ。十分な強さの信号を出力するためには少なくとも6機の動作するパラボラアンテナが必要よ。6機。どうなってんのあれ。もう一回見ましょうか。アレイの修復。通信用のパラボラアンテナが若干の被害を受けていた。故障したものを取り外し、動作しているアンテナを、あ、環状に並べる必要がある。そうすれば信号が記録され、軍艦に向けて送信できるようになるはずだ。なるほど、パラボラアンテナをまず直すんですね。ちょっと怖いな、これ。出てきて当然みたいな。大丈夫かな。回路図、空気中。はい、じゃあここに向かうんですね、多分。見通しが、入り口の見通しが悪いのが怖いんですよね。あ、大丈夫だ。ノード箱、あ、はい、適当にこうカチカチと。所持品がいっぱいですと。なんでですか。あ、結構キツキツでしたね。これなんだっけ。あ、じゃあこれは後回しで、帰ってからも取れますからね、きっと。はい、行きましょうか。
26。あれ生きてるでしょう。あれ何も反応がない、あいつ。あ、ほらほら、入ったらいいでしょ。あいつジャンプしてる。これ行きましょうか。どこだ？どっから飛んでくるんだろう。よく見えない。気づいたらいたとかだったら怖いな。どこだ、どこ。よいしょよいしょ。フォースガンいいなぁ、かっこいい。近くの敵にはかなりいい感じに食らってくれますね。あいつ黒かったですもんね。これを、輪のように並び替えるんですね。どうやって並び替えるんだろう。とりあえず、あれ？あ、これどう？あ、こうか。一瞬ジャンプの仕方を忘れてしまいました。これを取り除くにはどうしたらいいのかな？あ、これか。あ、ちょっと待って。それ大事なやつだから。あ、なるほど。これで。あれ？あ、これはさよならして、これはつけて、なるほどなるほど、よしよし、ここは大丈夫そうだ。よっと、あれ使えるやつはない。あ、あれいけるか。あー、届かない。いきます。よっと、じゃああの辺に投げてもらっといて、お、ギリギリ届きましたね今。結構危なそうですけど、よしよし、あとここだけだ。よし、今回の作業は順調ですね。お、ラインラップ届くかな。届かない。キネシスの長さは作業を楽にしてくれるんですね。これはもう運んでいいかな、そのまま。なんか奇跡的に入るかなと思っちゃった。あれ入っていいですよ。よっ、オッケー。これ敵出てきますよ。制御パネルを使ってバラに私たちの座標を送信して。やります。制御パネルってのはあっちの部屋なのかな。あ、戻るんですね。よっ、あれどうやって着地するんだこれ。よっと、はい、 OK です。順調でしたね。なんか神秘的な音楽が流れてますけど。
いや、これ帰りはね、帰りはこれね。よし、起動しましょう。おお、こんな激しくなる。あれ、あ、はい、機関の SOS に応答し、石村への全周波数で交代域通信をしている。そちらの位置へ向かう航路上にいる。このメッセージは機関が返信するまで30秒ごとに繰り返される。やった。あれ、あれ、あれあれあれ、私たちの信号、ブラストドアを開けるまで。通信アレイの真上に当たる艦の船の、外装に何か大きなものがいる。何か有機体がバラーと交信するためにブラストドアを開ける必要があるの。あなたが48番 ADS 砲からうまくそいつらを撃ってって、もう訳がわからないと。ちょっと待ってください。なんかバラーの見つけた脱出ポットは、そのハモンドがあいつら一体を乗せて、あいつらのうちの一体を乗せて船外に出したポットで、それをバラーが拾ってしまって、バラーの船が危ない、危ないですよっていうことですよね。で、今から上に向かうと、そういう感じですね。と、まあ、その かなり気になる感じで、今回は、お時間の方がね、やってまいりましたので、まあ、今回はチャプター7を、あれ?クリアして、チャプター8に入ったという、そういうところですね。はい、では、パート15の方、今回終わっておきます。はい、見てくれてありがとうございます。ではまた。